コーニスの例、オレゴン州ポートランドの郵便局コーニスは建物、あるいは壁を完成させる水平な形作られた突起部であり、あるいはエンタブラチュアの髪型の傾斜した部分である。イタリア語で水平の出っ張りを意味するコーニスに由来する。コーニスモールディングは一般に建物や家具部品の長部に来る水平な装飾的モールディングである。例えばドアや窓の上部コーニス。 あるいはペデスタルの円周りのコーニスがこれに当たる。単純なコーニスはクラウンモールディングで成形される可能性がある。突出したコーニスの機能は雨水が建物の壁に当たらないようにすることである。住宅の場合には突出した切り妻、軒の日差しを呼び、雨どいでこの機能を果たす。モダニズム建築ではコーニスを省くことが重要な要素であり。 念入りな内部排水系が備えられることになる。パルテノン神殿の通り屋敷中等コーニス、モールディングは、神殿や建物の長部園に沿うエンタブラッチアの上に、来ると湿したモールディングの組み合わせである。コーニスは、アーキトレーブの上に乗るフリーズのさらに上に置かれ、これらすべてが柱に支えられる。傾斜した、コーニス、すなわち、レーキングコーニスあるいは、レークボードは、 建物の切り妻にある三角形のペディメントの長部に渡されるものでもある。アクロポリスのパルテノン神殿、あるいはカルルフリードリヒ・シンケルの劇場のような建物正面に見ることができる。傾斜したコーニスは屋根を支える構造材の端にかかっている。古典様式や新古典様式建築では傾斜したコーニスは下のコーニスと同じモールディング顔面を使っている。 次の古典様式のそれぞれがそのコーニスに特徴ある外形を持っている。ドーリア式エンタブラチュアの各部品名称ゲーソンは建築専門家の用語であり、ドーリア式においてはフリーズ長部からイオニア式とコリント式ではフリーズの断頂部から外に突き出したエンタブラチュアの部品を指している。つまり単純にコーニスに相当する。古代ギリシア建築でのゲイソンは傾斜した屋根を持つ、 建築側面の屋根の外縁を形成する。外面の上縁は水を流すためにしばしば高のくちばし状に垂れた縁をしている。さらに入念なモールディングあるいは装飾的部品を備えることが多く、時には塗装された。ゲイソンの上には島が走る。ゲイソンの下側はソフィットと呼ばれることがある。ゲイソンはしばしばその建物の年代に関する議論の要素として使われる。 アテネのヘイパイストス神殿のエンタブラチュア水平なゲイソンはギリシア神殿の外周を走っておりエンタブラチュアの頂部から突き出してエンタブラチュアを雨から守り装飾的要素もある水平なゲイサは建築様式の一つに従って建てられた古代建築にも見出せる水平な島はや雨どいともに建物側面に沿った水平ゲイソンの上に走り雨どいや 最終仕上げとして機能している。ドーリア式、編集リコスらの水平ゲーソンの各ブロック仮面、合田のあるムトゥルスが見えるドーリア式では、水平ゲーソンの傾斜した仮面が一連の突き出た、区形のムトゥルスで装飾され、下のドーリアフリーズのトライグリフと、メトープと並んでいる。それぞれのムトゥルスには3列に並んだ6本の合田が、その仮面から突き出ている。ムトゥルス同士の隙間は、 ビアと呼ばれる。この装飾の効果は垂直と水平に繰り返し配置される建築要素のパターンとともにドーリア式エンタブラッチア全体と主題的に結びついていることである。鷹のくちばしモールリングを突き出た部分の上部に使うことが通常であり、火炎を切り下げることで雨滴を飛ばす役目をするのと同様である。ゲーソンをフリーズと視覚的に分離するために 通常トライグリフの面に揃えて、ベッドモールディングが配される。イオニア式とコリント式、編集イオニア式とコリント式の水平、ゲイサは、どハドリアヌスモンのイオニア、コリント式水平、ゲイサと傾斜ゲイサ傾斜ゲイソンは、神殿や劇場建築物のエディクラのような構造物で、ペディメントの長部円を走っている。この部材は、通常水平、ゲーソンより、 装飾性が少なく、同じ構造物の水平、ゲーソンとは異なった外形をしていることが多い。この違いは、ドーリア式で、特に顕著であり、傾斜ゲーソンははっきりとしたムトゥルスがない。傾斜島は、装飾的仕上げとして傾斜ゲーソンの上に走り、実質的に雨どいの役目である。ザ・ゲーサ・オブ・ザ・ドーリック・ポーチョーブ、ファイロアト・エレウシース・アレ・レイブルド・ドアズ・ガンマイ・イプシロン。 シグマアルファーデルタオメガロイオタカッパ、アンドガンマイプシロンシグマアルファー、オメガニュイオタカッパロバートソン382、現代建築では久しに対象できる。ありがとうございます。